この星には悪しき魔が住み着いている。そして同時にこの星にはそれをほふる者が存在した。その名は魔法少女である。さきちゃん、西の方向に敵の気配だった。オッケー、それじゃあ行くよ。ようやく出たわね、妖気燃やすっち。サキちゃん、気をつけるのぽよ。龍馬は何を言ってるかよくわからないけど、とにかく殺意を感じるのぽ。何を言っているかよくわからないけど、よくわかったわ。技の反動で力が…え？戦いに挑む、全力で励み、そして伏す。魔法少女、君は美しい。あなたは…傷ついた魔法少女は私が守る。そう、私の名…シクショウ、夢か。
起こしたわよ何度も。でもさっき気持ちよさそうに寝てたから。今日のところは遠い場所なんだから8時には絶対起こしてって言ったのに。あ、もう時間ない、行ってきます。朝ごはんは？いらない。じゃあさっきこれ持っていきなさい。サンキュー。行ってらっしゃい。ちょうど今の先の頃に私は急げ急げ。さあ頑張るぞ。君たちが人気ないだけだね。はっきり言いますね。また部屋が自分の CD の在庫で溢れてしまう。クス。それでは今大人気のユニットスタープリンスのお二人が登場です。兄さん、今日もモヒロくんはひたすらぼーっとしてましたね。相方のヒョウエくん、いつもこんなだと大変でしょう。いや、そこがモヒロの魅力ですから。モヒロくん、それが魅力って言われてるけど。うちらトークと歌は別ギャラの契約なんで。そうなんだ、ギャラの取り分で揉めたりしないでね。それではお二人に歌っていただきましょう。曲はガラスの銀河です。You can
そういえば作夜ちゃんのお兄ちゃんってこの黒髪の方のモヒノだ。いやすごいよね、あんなトップアイドルと兄弟なんてさ。あれってことはサキちゃんはスーパーアイドルの三影兄弟と幼馴染か。え、幼馴染っていうか小さい頃から私がついて回ってただけで、実はアイドルになりたいってきっかけもちょっとでももひろちゃんに近づきたかったからなんです。そんな考え本当は不純ですよね。それにまだまだもひろちゃんには全然近づいてませんけど。いやラブだね、ラブパワーだね。いやでも何言ってるんですか。もうなあ、でもアイドルは恋愛禁止だからね。いきなり普通の女の子に戻る宣言とか涙の卒業演説とか出来婚発表とかダメだよ。大丈夫ですってば。本当に。追い越してやろうよ兄さん。まだまだ頑張らなきゃいけないことはたくさんあるけど、ずっとこんな日が続けばいいな。それじゃあサキちゃん、お疲れ。はい、お疲れ様です。出てこいよ、おら。ここに女分かっとんだよ、おら。いや、893。おう、この家のもんか。超話聞かせてもらおうやないか、おら。大丈夫。一体何が。ちゃっかり隠れていた。心配しないで、見てる通り全然平気だから。本当に通報とか誰か呼ぶ。大丈夫、超大丈夫、多分元気。元気なんて嘘です。おふくろさん呼んでくれるか。お母さん早く来て。はいはい、何のご用。うちに嫌のつく自由業の方が。ゴーさん、どうしてここに。おう、久しぶりやのサヨチン。帰って、私とあなたの関係はもう終わったはず。サヨチン。甘いね、わしから逃げられると思うたら大間違いやで。ちょっとこの二人まさかまさかだよね。あのお二人はそのどういうそういう関係で。そうね、先にはそろそろ話しておくわね。はい。お母さんね、実は魔法少女やってたのよ。は？魔法少女だったんよ。は？魔法少女知ってるでしょ、昔テレビでよく再放送してた。いやいや、それはテレビの話。中学生の時にコウさんにスカウトされて。コウさんって。わいのこっちゃこら。スカウトってなんかもっと別の何かのスカウトかと。それからもうずっと魔法少女、今まで誰にも言えなかったけど。ちなみにわしはお供のマスコットや。嘘でしょ、名前かわいい。パッと見てすぐ分かると思うとやけどな、語尾もついてるしな。こら、それ語尾だったの。100人が見て100人がその筋の人だって言えると思うけど。ほらお母さん、先月腰痛めちゃったでしょ。夜年並みには勝てないっていうか。最近までやっていたの、想像できない。そう、最近まで現役だったのよ。でももう疲れちゃった。この辺界隈じゃサヨチンが一番のベテランさんやし、まあこの業界15過ぎたら完全にバーバーやからな。厳しすぎる。今の発言でだいぶ敵作ったよあんた。でもせやったらここのショバ守る魔法少女がおらんよってなるからな。せやけもうちょい頑張ってもらわんと困るっちゅうね。
きな人とかいる？いきなり？そりゃ年頃の女の子だし、ときめきやきらめきの一つや二つ。年は？15。まあギリギリセーフやな、おら。は？よっしゃ。わしと契約して魔法少女にならへんか？お？はあ！よっしゃ、さきちゃんお母さんの腰の代わりに頑張って。ちょっと、待て待て、おい！お前ね、魔法少女になったらあれやで、ムッチムチのパインパインやで、おら。マジか。乗り気やな、じゃあ早速。うわー、やばい、タイムタイム！この契約書にサインしてくれる？予想以上に生々しい。全然マジカルじゃないじゃん。後でグッダグダ言われたら面倒やからな、おら。でも、すごい魔物とか出るんでしょ、こういうの。大丈夫大丈夫、魔法少女通とかで最近は近所のチンピラやっつけたりするだけやから、よう学んでね。たーにあ、すまん、よう出ちゃった。ちょうどええ、前にも見せといたら、おら。スマホで見れるんだ。妖魔の恐ろしさを、見んかい、このおぞましい姿を。まかわいい。あ、いやいや、かわいいっていうか、こっちの方がマスコットっぽい気が。てっ、バカが、おら。そんなんカリスマの姿に決まっとるやろが。こいつら、おもくさむムッキムキになんねんと。なんてムッキムキやで。それに妖魔に通常の攻撃は通じひん。倒せるのは特殊な力、魔法少女だけや。魔法少女。あ、誰か人が。あ、知り合いか。もひろちゃん、テレビの収録から帰ってきてたんだ。そういえばかなりの動物好きだったもんな。うわー、ちょっと増えてきてる。ねえ、まずいな、ほら。妖魔は人を異界へさらう。もひろちゃん、場所は？この先の神社の裏だ、ほら。わかった。あっちか、こっち。あいつ、さよちん。あの子。ま、任せるや、ほら。悪いようにはせえへんから。もひろちゃん、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 無事に。あー、手遅れだわ。クズもなんか増えてるし。行くぞ。もひろちゃん、おい、あと一回ゲートに放り込まれたらゲームオーバーやぞ、おら。妖魔大量発生だぜ、こら。お願い、どうやったらあいつら倒せるか教えて。お願い、もひろちゃんを助けたいの。お願い。このラブパワーシスは、まさか。早く、えい、よっしゃ、思いっきり好きなやつの名前を呼んでこぐれ。え、うわぁ、なんこれ。顔を赤くしてんじゃねえぞ、こら。あいつがこの世からいなくなってもええんか。
やりよった。少女大地に立つ、それは初めて知る戦いの恐怖であった。次回魔法少女俺は生き延びることができるか。